信した？あ、しない。やっほー。今日は公園だよ。これカレちゃんの？うん。何出た？これもう全部持ってる。え、あでもこれ出たよ。ほんま？一緒やな。私今日ねハッピーセット買ったんですよ。欲しくて。で前の配信でこれ出たじゃないですか、マルチケース。メガネケースにしたやつ。うん、後で大丈夫、うん、それで、で先日父がこれ買ってきてくれて、昨日も場面に載せたんやけど、で今日ね、でもなんか今第1弾売ってて、それはこっちなのね。第1弾は、第2弾はまたこれはこっちは後日はね配られるだけど、今はこれが販売されてて、これとこれ持ってるんね。でこれ欲しいなと思って、でもなんか振った感じすごい小さかったから、これやと思って、あ待って待って、かぶったメロディーやんとか思いながら、オーマイガーって言って喋りながら開けてたら、まさかのこれでコンプリートしました。嬉しすぎ、すごくない？3つ買ってこの3つが出たんよ。さすがに持ってるなと思いました。これはねレターセットなんだけど、開けるだろ、そしたら、シールがついてて、シールとこのお手紙、これ誰かの生誕祭の時手紙書く時書きたいと思います。いや内容嘘みたいな思うやろ、けどここにギュッと詰め込んだら結構感動するんじゃないかなと思うんですけど。じゃあアミの来年の生誕祭まで取っといて。ちっちゃすぎんこれ。アミへ頑張ってねくらいしか書けない。もっとありますよ、アミタに言いたいことは。こだもうね手紙結構難しいんだよ。こんな感じ、ほらワイメロちゃんとクロミちゃんがいて、クロミちゃんね、いやそうそう、めっちゃめっちゃ可愛い、どっちもやばい。こだの推しはでも一応マイメロちゃんなんですけど、めっちゃ可愛くないですか。レターセット、これと多分留める用のシールなんだろうなと思いますね。デコル用かな、なんでも結構な用途使える。でこのケースが可愛いから、これなんか小物入れ、劇場に置いとく用の小物入れとかにしようかなと思ってます。なんかコンタクトとかアミノ酸とか塩分チャージとか入れててもいいし、可愛いって思って。じゃあこの箱がまず可愛いよね。第2弾が発売されたらまた買おうと思いますので、第2弾はこっちね。頑張りますね。え持ってるよね、びっくりしたよ自分でも。持ってる、ついてるついてるって思って。ちんねさんコウモリありがとう、しまむんさんハートありがとう、みつきちゃんバラ、お花だるまありがとう、ヤマモンさんお化けありがとう、ノースフライトさんハートありがとう、まなかちゃんクマありがとう、ヤマモンさん帽子ありがとう、ガンゴドシさん何これ、コウモリありがとう、ちんねさんペンライトありがとう、ケンさんお菓子ありがとう、ありがとう。老眼だからそのサイズは読めないですすいません、こんな感じ。まあ、また調べてみてください、よければ。マイメロディー、かぶりメロディーかと思ったらコンプメロディー、そうコンプメロディーだったの。やっほーって、アイドルパワーほんま使うのはもったいない、そう使うのもったいないから取っとこうと思います。僕もレターセット出たからそれでファンレター書こうかなほんまですか、これで書いてくれる、嬉しいな、それやったら。結構ちいちゃめやけど、じゃあマイメロちゃんで書いてくださいね。これ書ける思ってること、大好きだよくらいしか書けないかもしれない。それだけ書けたら十分や。これちゃんのツイッター見ました、皆さん、いちご飴食べてたやつ。いやーあれ美味しかったですね。400円でした、400円、2粒でお祭りってそんな感じですよね。
なんかほんまに昔はいちご3粒で300円やったけど、今2粒で400円やから、来年は1粒で500円とかなってんのかなって思ったらちょっと悲しいですけど。いや、それ詐欺。それはダメだっちゃ。あゆぽんちゃん、ハートありがとう。今日投げ忘れてて超泣いてる。そうなの。また次の公演いつや。今日が23やから、今日24か、あ、今日24や。次の公演は28ですね。2段も3回でコンプできたらすごい。それな、だから9期みんなでなんか交換試合1個とかしてみたい。クータンがまず最初狙っているのはなんかマイメロディ&クロミのフォトスタンドなんですよね。クータン、ここに写真入れて飾りたい。マイメロディ&クロミのアクセサリーケースも可愛いかも。でクロミのシールディスペンサーも可愛い。なんかシールがピーッと出てくるんやろうね。このね、マイメロディのステンシルセットっていうのはなんかメモ帳とマイメロの絵が描ける型抜きみたいなやつと鉛筆が入ってました。結構十分というか充実と思って楽しめますよね。ワンツー、おかちゃんハートありがとう。マジで可愛かった。これめっちゃ可愛いで。皆さん ぜひゲットしてください。さつきさんハートありがとう。劇場ですね。ケイタンさん、だるまありがとう。そうそう、次28日。何味のいちご飴？いちご味じゃないの？分からへん。砂糖？美味しかったです。でも氷が一番屋台で美味しかったなって思ったのは、最近ね、面白いじゃない、その屋台で美味しかったのはマスカット飴でした。なんかこんくらいのマスカット飴なんですよ。こんくらいの大粒マスカット3粒でした。で400円。すぐ値段言う。そんな感じでした。ヤッホー、こよりん、はい。こなっちさん、だるまありがとう。ディアズさん、ハートありがとう。こんにちは。喋り方どうした？それはそう、なんかおかしい。テンナの喋り方映ってるかも。情と希望で撮るやね。ね、そうだね。そうする。そう、皆さんぜひゲットしてください。今日は誕生日だ。おめでとう、おめでとう。やっぱ誕生日っていうのはね、いつまで、大丈夫？いつまででも大切にしたい。松さんハートありがとう。やっぱ花粉来てるよな最近。28日のお昼公演申し込んだよ。ありがとう。会いましょう。ライちゃんのご主人様。そう、ふーちゃん、ライちゃんのご主人様です。ご主人様って思ってないと思う。うちの猫は下僕。28日、コータンが舐められてるから。28日行かれへん。今日楽しもう。ありがとう。そうそう、こんくらい。どんくらいやねんってね、ごめんね。いやー、ほんまにもう一回やったら行きたいな。楽しかったな、祭り。ブームさん、だるまありがとう。あきら先生のお誕生日をお祝いした？いや、連絡先持ってないから、9期のグループ LINE で おめでとう言いました。意味が分からへん、それ。おらんのに。本人不在の生誕祭。今日入る。ありがとう、ありがとう。若丸さんハートありがとう。そう、あのほんまはお祝いしたかったんやけど、そう、ほんまにお祝いしたかったんけどな。かわいすぎて、若丸さん、かわいすぎてニヤニヤせずにナンバー歩かれへん。どういうことや。そう、今日着てないんですね。手首がセーラー服みたいでおしゃれ。これセーラー服ですね。セーラー服の上から T シャツ着てるんですよ。確かにロンティーみたいに見えるような。ほんまや、おしゃれ。おしゃれオツ。どういうことや。なんか言ったこより。あ、そうそうそう、あきら先生おらんくて。あきら先生何歳になったん？それは私が言っていいんか分からへんから。しみつ。いや、こうたは年齢聞いた時、絶対もっと若いやんって思いましたね。あきら先生すごい若見えですよね。
赤見え相席食堂スタイルね。何それ、そうなん、とりあえず祝うんですか。写メ、こんにちは皆さん。写メ会の時の服も髪色もずっと悩んでる。エクーリはもう決まりました。あ、そうそう、写メ会はね、もうなんていうの、お衣装なんで。握手会の お洋服はもう決まりましたよ。あたしもう決まりましたね。だからあとはそれを着るだけ。楽しみです、めっちゃ楽しみです。楽しみこんにちはって。ナンバーついたやって。アキラ先生はキャメロンと同じ年なの。知らない。金子さんも何歳か知らんねんけど。シマムーさん、誰もありがとう。ベクスさんもありがとう。今からダッシュで声かつ、え、そうなの、本当に声かついっぱい乗せてるからな。好きなとこ行ってみてください。マツさん、お菓子ありがとう。ショーメンデス T シャツかわいいね。ほんとこれは結構前に買いました。すごい前ですよ。寒い？うん、あたいも服買ったね。買った子よりもほんまにめっちゃ金の楽しみと思って。金子さんと同い年。知らん。金子さんの年齢を知らんから123、コウモリありがとう。さくらみおんさん、お菓子ありがとう。マナカツって何？マナカツっていっぱい乗せてて制覇が無理そう。全然しなくていいよ。その好きなところに行ってもらったら嬉しいな。くつひもさん、ハートありがとう。うなぎパン美味しいよね。リオピがお土産でくれたです。美味しい。ハマナコパルパル、美味しい。うなぎパイって美味しいよな。うん、大好き。なんでうなぎっていうの？形？うん、長いからかな。そういうこと。でもちっちゃい時うなぎの味すると思ってた。そうなん。うなぎの味したよ。しないや。そうなん。うなぎエキス入ってんのかな。甘いよ。ほら。こんな感じ。何が欲しい皆さん。何？これハッピーセット。え？これ？うん。今だけのハッピーセットこんなんな。めっちゃ可愛いよな。え？可愛い。え、うなぎエキスが入ってんねんて。え？マジ？ほんまに？ちょ、原材料名見よ。うん、めっちゃ甘いよ。ありがとう。うなぎエキス入ってんの？うなぎエキス配合な。うなぎの粉やって。夜の調味料ガーリックを配合。ありがとう。ありがとう。バターを豊富に入れたうなぎの粉。夜の調味料ガーリック。なんだそら。え、うなぎの粉って何？うなぎを乾燥させて砕いて粉末状にしたやつ。多分。びっくり。やって皆様様。キャメロンさんは55歳なの？若く見えるね、すごく。おいしい。うなぎエキス、すごっ。うなぎエキス、うなぎの、そうそう、うなぎの粉らしい。開けていい？いいよ、かわいい。こんにちはって。レターセット、まゆさん、ハートありがとう。ねえ、うなぎエキス、エキスっていうかうなぎの粉入ってるらしいよ。びっくりだよね、めっちゃ。粉末の粉末勉強になりました。
元気になるんや食べたら。そうそう、粉末状にしてるらしい多分な、その乾燥させて砕いてみたいな。ケイタさんハートありがとう。すごいよねやっぱり、なんかそういうお菓子はさすごい工夫がされていますので。じゃあそろそろ終わろうかな、準備してこようかな、それか一眠りしてこようかな、一睡眠してこようかな。じゃあちょっととりあえず男女読む出す。13位ノースフライトさんありがとうございます。12位頑固寿司さんありがとうございます。11位ブームさんありがとうございます。10位おかちゃんありがとうございます。9位ベックスさんありがとうございます。8位さつきさんありがとうございます。7位みつきありがとうございます。6位けいたんありがとうございます。5位けんさんありがとうございます。4位まつさんありがとうございます。3位やまもんさんありがとうございます。2位ちねありがとうございます。1位まなかさんありがとうございます。みなさん見てくれてありがとうございました。今日はちょっと眠たい、なんでかわからへんけど、そういう日もあるある探検隊、あるある探検隊なので。じゃあ次第2弾出たらこれゲットするからまたよろしくです。皆さんもぜひこちらゲットしてみてね。じゃあ公園で会える方は楽しみましょう。ありがとうございました。またね、バイバイ。